オバマと浅間川にまたがる八丁浜海水浴場八丁浜とは、京都府京丹後市網野町浅間川と網野町オバマにまたがる海岸。浅間川にある島地神社には、浦島伝説があり、浦島湖、彦座王などが祀られている。網野町のうち、丹後半島北西端にある、約1 3キロメートルの弓の形の海岸である。西には、浅間川漁港、東は、 リコ放水路の新日越川河口に挟まれ、東西を第三期早給量に挟まれている。浜の砂は地鉄鉱などの鉱物が多いため、黒墨や貝殻片などが40%以上含まれているが、これは高配置の違いによるものである。砂浜の幅は20から40メートルで砂の侵食を防止する鉄筋コンクリート堤が100メートル間隔で築かれている。 海浜植物である、浜ヒルガオなどが植生している。しかし、21世紀初頭の段階で、海浜植物は衰弱、個史の被害が発生している。海浜植物を守るためには、すでに侵入している、外来植物の適切な管理、人為的要因による、さらなる導入、また、定着の防止が重要であるとされている。浜に隣接するエリアには、都市公園、 八丁浜シーサイドパークが2007年により共用されている。シーサイドパークには多目的芝生広場などが設置されている。また、2013年には単語国建国1300年を記念したサーフィンイベントが開催された。ありがとうございます。